ザンドロ・バーグナーは西ドイツ・ミュンヘン出身の元サッカー選手。ポジションはフォワード。1995年からバイエル・ミュンヘンのユースチームに所属し、トップチームに昇格すると2007年7月25日に行われた DFL リーガポカールの VFB ・シュトゥットガルト戦で初ゴールを決めた。2007から08シーズンにブンデスリーガで4試合に優勝を経験したほか 株チームのバイエルミュンヘン2で通算44試合に出場した。2008年6月、ブンデスリーガ2部の MSV デュースブルクに移籍し、2010年1月31日、ベルダーブレーメンに移籍した。ブレーメンでは UEFA チャンピオンズリーグで4試合に出場したが、2012年1月から同年6月30日まで 1FC。 ハイザースラウテルンへ期限付き移籍をした。2012年、ブンデスリーガ二部のヘルタ・ベルリンと2年契約を締結し、監督の予する不快の下で通算75試合に出場した。2015年8月、SV ダルムシュタット98と2年契約を締結した。それまでの選手キャリアにおいてバーグナーは目立った成績を残すことができず、各クラブの監督やサポーターからも、 低評価を受けていたが、ダルムシュタットへの加入後は得点力を開花させ、2015から16、シーズンには14得点を上げる活躍を見せた。2016年6月、TSG1899 ホッフェンハイムへ移籍した。契約期間は2019年までの3年間。ホッフェンハイムへの加入後も好調なプレーを維持し、 ブンデスリーが第13節終了の時点で12試合に出場し7得点を挙げている。最終的に31試合11得点と2年連続で2桁得点と結果を残し、クラブ史上初となる国際大会の出場権獲得に貢献した。2017年7月にはホッフェンハイムとの契約期間をさらに1年を延長。 同年12月16日のブンデスリーが第17節終了時点で公式戦50試合に出場し18得点を記録した。その一方で2017から18シーズンの最中にはロベルト・レバンドフスキのバックアップメンバーを求めるバイエルン・ミュンヘンへの移籍話が浮上していた。同年12月21日、フルス・バイエルン・ミュンヘンへ9年半ぶりの復帰が決まった。 契約期間は2018年1月1日から2020年6月30日までの2年半。2018年1月27日、古巣のホッフェンハイム戦で遺跡後初得点を決めた。2019年1月30日、中国スーパーリーグに所属する天津安子たちへの遺跡が発表され、2年契約を結んだ。2020年7月25日、 個人的な理由から契約を解除した談。代表レベルでは U-21 ドイツ代表として8試合に出場した経験がある。2009年、スウェーデンで開催された UEFAU-21 欧州選手権2009では決勝の U-21 イングランド代表戦で2得点を挙げる活躍を見せ、メストエジルやマッツ・フンメルスやサミケ・ディララと共に 優勝に貢献した。2017年5月、ロシアで開催される FIFA Confederations Cup 2017のドイツ代表メンバーに選出された。同年6月6日に行われたデンマーク代表との国際親善試合で代表デビューを飾ると、同年6月10日に行われた 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選の3割の代表戦では16分に、 ヨシュア・キミッヒのクロスから代表初得点を決め、29分にもアミニユネスのパスから得点、さらに85分にはキミッヒのクロスからヘディングシュートを決め、ハットトリックを達成した。コンフェデレーションズカップではグループリーグ第一戦のオーストラリア代表戦で先発出場したものの、この試合以降は出場機会がなかったが優勝メンバーに名を連ねた。 2018FIFA ワールドカップのメンバーには選ばれなかった。技術的には荒さがあるが、前線からの積極的なチェイシングや屈強な体を生かしたボールキープで味方の攻撃をサポートする。また、ペナルティーエリア内では体を投げ出すような積極果敢なプレーを得意としており、TSG1899 ホッフェンハイムの元チームメイトのセバスティアン・ルディは、 最前線に戦車のような彼がいるだけで素晴らしいと評している。プロデビュー以来目立った実績を残すことができなかった苦労人であるが、その一方で、俺はここ数年ドイツで最も優れた圧倒的なフォワードだと公言してはわからない強気な性格であり、メディアやファンからは批判の対象となっている。ホフフェンハイムの監督であるユリアン・ナーゲルスマンは彼は 試合に挑む上で必要なモチベーションと闘争心をチームに持ち込んでくれると評しているが、後先のことは考えず、思ったことを率直に口に出すという彼の姿勢は、ドイツ国内でも評価が分かれている。ありがとうございます。